お花紙の切りくずは捨てないでカラーボールを作っておきましょう。手のひらに水のりをつけて、その上に切りくずをのせます。コロコロと丸めていくと、最初はベタベタしていたのりがだんだんサラサラに変わっていきます。最後は指先できれいに丸く形を整えましょう。乾かしてから保存しておくと、いろいろな工作に使うことができます。